もう一度学校に行き直して、何かをやらないとけしかけられて UCLA に初めはオリエンタルランゲージの方にアプライしたんです。オリエンタルランゲージでは英語は第二外国語というふうに認められなくて、それ以外にチャイニーズかフランス語かドイツ語か、とにかく外国語をもう一つ取らないと、そしてフルエントのテストに 通らないと、ディグリーが取れないということを言われましたんで、これはちょっと大変だなと思って、その時に私の妹が多分私のことですけども、よっちゃんは人の世話が好きだったから、ソーシャルサービスの方に移った方がいいんじゃないかと思うっていうようなことを言ったんですね。で、彼女の方がこちらではもう学校も経験してますから、そうかもしれないと思って、科を変えることにしたんです。で、ソーシャルグラジュエイトスクールのオリエンタルランゲージを、そうですね、1年半ぐらいやりましたかしら。そして今度はソーシャルウォーカーの方に行くつもりで、ソーシャルウェルフェアにアプライしたら、ちょうどラッキーに 入れましたので、で、それもたまたまスカラシップを申請したら、スカラシップももらえて、子どものベビースターのあれがもらえてよかったと思ったのを覚えてます。それといわゆる授業料も無料、あれだったんですね。払わなくていいということで、大変感謝したのを覚えております。